飯の継ぎ方っていうのがあって、ヘリにさ米粒とかついてた時点でさ、ーもうバーンって投げられる。ふっくらじゃないとダメなんですよ。サンマもね、神だから。その前日に仲介で切れられた内容が、挨拶の声が小さい、舐めてんのか、今度でかい声で言ってたらうっせえ、舐めてんのかってなって、プロとかもね、浴槽のやつで体洗うしかない。えぐいのが最後でションペンしてみたいな。だから女子アップとか使ってるし、いい匂いのションペンみたいな。今じゃありえないけどさ、で朝はまず食堂があるんだけど、それ以上まずい料理ないだろっていうようなのを提供してくれてた。それを冷蔵庫にぶち込んであるわけよ。それを先輩のやつだけ温めて、先輩が来るときに出せるように1年をしてないといけない。で、俺らは温めちゃいけないんだ。だから温め禁止っていう謎のあれがあって、で、俺らせっかく温めたのにさ、そのやっぱまずいから温めても、そのまずいおかずとか飛んでくんだよ。殴られたりとかして、泣いてるやつとかいいんだもん。でももうそのそいつ次の日いなかったね。ご飯も俺ご飯担当できなかったっていうのも、ご飯の継ぎ方っていうのがあって、もうあのヘリにさ米粒とかついてた時点でさ、もうバーンって殴られる。ふっくらじゃないとダメ。ふっくらじゃないとダメ。で、味噌汁は先輩が来たの見えてから、あの迅速かつ丁寧に継げるやつが継いで、俺らなんかもう何もできないから持っていくだけ。それ職人がいたいの、ふっくらのやつとか。ふっくらのやつ不在の時めちゃくちゃあのヤバい空気になってたから。そいつがなんか怪我したとかで熱出てるとかで、学食に準備に来れないってなった時に、やばい、あいついないみたいな、ふっくらって言われるから。でもってさ、でもべちょってしたのとかもついたら終わりなのもう。一人ずつに挨拶しないといけなかった。10人ぐらい一緒に入ってくれた。ぼっ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 って言ってずっと頭おかしいでしょ。なんかずっともってなんですか。いやいや、こんばんはって言ってんのか。ぼっぼっ、こんばんはって言ってんのを、めっちゃでかい声言わないといけない。まあとにかく理不尽しかないわけよ、ずっと。で、点呼って言ってね、全員が人数いるか確認するのが毎晩あるんだけど、その前日に集会で切れられた内容が、挨拶の声が小さい、舐めてんのかっていうので何人か犠牲になったわけよ。だからその日の天候はバーンって言って、みんなめちゃくちゃでかい声でさ、もう腹から、もうだからその天候取る場所が声何があったんだぐらいでかい声で言ってたら、今度その時に集会に参加してなかった違うやつが、うっせえ、舐めてんのかってなって、そのにそれでまた犠牲者出るっていう。もう、だから理不尽でしかないの。そう、やばいですね、理不尽。やめるよ、そのほとんど。やめますよね。なんでやめなかったんですか、逆に。これ本当に、それが今のまあ支えになってる部分でもあるけど、京都からさ、要はちょっとかっこいい感じで出てってるみたいな感じじゃん、地元飛び出してみたいな。それでさ、2、3ヶ月かそこらでさ、やめましたなんつったらさ、情けないなっていう、ただそれだけ。今でこそ卒業したから笑って話せるけど、みんな辞めてった人は多分その高校の時の話になったら、あの黙秘すると思うよ。風呂とかもね、あの大浴場みたいなのがあるのね、寮の中に。で、浴槽が2つあって、あの片方普通で、片方熱湯だから選べとか言って、なんか待ってんのよ、こうやって人間のやつが。そう、そのどっちかにあの躊躇せず飛び込めって言ってさ、もう片方死ぬほど湯気立ってて、人が逆にして死ぬような温度にしてあるの、むちゃくちゃなお湯にしてあるの。そっちしかもちろん入ってないんだけど、もうさ、青唇紫になってみんなクククククってなってるやつがずっとすげえ入ってて、はい、ずっとこうなってるとこに選んで飛び込めって言うけどさ、もうそっちしかないの。それは2年生主に2年生、3年生はもう2年生に何かやっとけよで、何してるかすら知らない。3年生はもちろん練習終わってすぐ風呂入れるんだよ、もちろん3年生から全て。3はもうね、あ、神だから。3年は神だから。それやっぱそうなんですか。そうそう、あんま喋ることとかもない、呼ばれることがない限り。
そうで3年が入る2年が入るってなってから転校が10時だったかな、うん、それまでめちゃくちゃ時間1時間半とかぐらい余裕誰も入ってない時間があるの、はい、そこずっと入っちゃいけないのなぜかで9時45分から15分の間に全員入んないといけないきれいですよそうでシャワーが4つあって実質生きてるの2つだけなのあと2つはもうなんかあの水がこうこういうやつこういうやつも浴びてるとかじゃないね当てに行ってるみたいなしかなくてだからそれもかなり早めから待機して、ま、待ってないともう取れないね俺とかいつも取れないからさもう浴槽のやつで体洗うしかないのけどえぐいのがわざわざ9時40分ぐらいから来て45分ぐらいまで誰か入んないように見てるやつとかいたのよその時そうめちゃめちゃ空いてんだよその間の時間意味わかんないでしょで最後ねしょんべんしてくる浴槽にだからずっとしょんべんでくるから何ですかもう見てしょんべんして上がってくる中にでもそれで洗わない洗わないともう汗まみれだしだからしょんべん取るか汗取るかだから、駐車場とか使ってるし、まあまあ、いい匂い、いい匂いのションベンみたいな。いい匂いションベン。ないじゃん、そんなこと。そんなことないですよ。いや、漫画、ほんと漫画。漫画でしょ、うん、絶対嘘だろうと思うんだけど、あったら実際にそういうことも。まあ、そこを乗り越えた13名。今のところ、その香川西の歴史の中で、まあ、最強。まあそれはそうなるでしょ、まあ、まあもちろんすごい才能をいっぱい失ってきたと思うそれは、まあ、これはもう持論だけど俺の持論でメンタルは理不尽からしか鍛えられないっていうのが体験の中であってだからやっぱりみんなメンタルがすごかったうまい相手が来てもあーとかならないなんないなんないやっぱもうやってやろうっていう感じだよねもう不遇の時代が長すぎたからさ冬が冬が長すぎたから年に1回か2回ぐらい地元帰れることあったんだけど、うん、俺ほんと違う時代生きてるかと思った全然違う空間生きてんだけどみたいなそれはもうだからユースとかにない自主性じゃん基本的にまあまあそうそので高い質のことをやっていけるみたいな、まあ、もう俺らはもう真逆をやってたからそうですねずっとまあ無名でとか、ね、環境が良くないですとかまあそれ関係ないと関係ないね。そうですね。言えるわね。本当に関係ない。あの関係ないって言ってもらったら、いや、それはってなって。ああ、まあ、いい環境で。やってきた。なんかでも、やっぱ、テベスとかじゃないけど、兄弟全員銀行強盗とか言って、僕も多分、サッカーが上手くなかったらなってたみたいな。その選択肢がない、貧困から抜け出すみたいな、やっぱメンタルがあれば、まあ、そんな関係ないと思う。実際、その後、浜松の大学行ったんだけど、静岡なんてやっぱめちゃくちゃうまかったし、ね、みんなもう聞いたことない高校のやつとかでも、うん、やっぱ全然うまかったし、ね、どこでやってるとか誰とやってるっていうのももちろんアドバンテージにはなるけど、それよりやっぱ取り組む姿勢というか目標みたいなのがあって、それに向かってればその時比較するものがなくても、例えば1回戦負けのチームにいるから自分が今どれぐらいできるか分かんないみたいなのがあったとしても、強い大学にサッカーで入んなくて普通に勉強で入ったとしても、そこからでも活躍できるっていうのはもう、まあ、実際にいるね。そうだね。もうだから怪我したいと思って練習してたからそんなやついないから練習で怪我したい、練習でなんとか怪我したいって思って、もうそんなことある、そんなことあったのよ。サッカー好きだったけど、うん、そんなことあったのよ。